おはようございます。茂木耕作みつら研究所長で、今日は令和5年1月10日でございます。今日から冬休み明けらしいですね。昨日祝日だったことを忘れてた。はい、砂塚森田さんおはようございます。森本あかねさん、全くんおはようございます。花丸学習会楽しそうだな。生きて生きてって思ったな。本当にいい会なんでしょうね。だって行った人があれだけのことを書いて、よかったではなくて、あれはアウトプットですよね。なんか素晴らしいなと思いました。あ、佐藤奈くんおはようございます。ちょっと待って、誰まで行った。山本健太さんおはようございます。森本あかねさんおはようございます。昨日花丸学習会のやつすげえよかった。行きたい俺も。いいっすね。なんか投稿を見てるだけでいかに素晴らしいイベントかが分かりますよね。本当に素晴らしい。いや本当にいいイベントって行った人が楽しんで終わりじゃないんでしょうね。なんか行った後にさらにその自分の知り合いに価値を届けるような投稿だったり発信だったり活動だったり、なんかもう楽しんで終わりだったら多分商品になっちゃうと思うんですけど、その次のアクションが周りの人に貢献するような、なんか周りの人を笑顔にしたりとか、あ、よかったねって思われる何かしら生み出してるっていうのが本当にいいイベントなんでしょうね。なんかやっぱさすがだなと思いましたね。高島正信先生、かっこいいわ。ああいう大人になりたいって思わせますよね。ああいう人って大人からもそう思わせるし、まあでそれでなおかつ子供からもそう思われてるって、なんだろうな、スポーツ選手とかじゃないとなかなかそういう人多くないよね。すごい人だなと思いました。あ、清水信之さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。インスタの由香さんのスプリントトレーニング、ぜひね皆さんも見てほしいんですけど、旦那様がついにチャレンジされているという、あれは最高ですね。なんかご夫婦でこの年からチャレンジする、同じことにチャレンジするって、これほどの美しい夫婦像ありますっていう、秋葉さんっていう千葉のねインストラクターさんと、まあ、自主練みたいな形なんでしょうけど、でもまあまあなトレーニングの内容に取り組んでて、初回だったんですかね、すごい動き良かったですね。さすがなんか合気道をやってらっしゃるっていうのもあるんですかね。やっぱスプリントってなんか30、40、50ってなって運動不足になると、ものすごくこういやいやって、そのいや私が今から始めるなんてってなる人すげえ多いんですけど、僕ジョギングとかよりもハードルが低いと思うんですよね、スプリントのトレーニングって。だって片足上げるだけだからっていうね。でまあその片足上げるだけでもいいし、まあスキップでもいいですけど、その段階踏めば、なんだろうな、思いっきり走ることが最終目的ではあるけど、なんだろうな、そっちのイメージが強すぎるんでしょうかね。なんかあれほど簡単に運動不足を解消できる種目を思いつかないんですけどね、僕はね、うん、マラソン、ジョギングの人口があれだけいるんだったらもっといてもいいはずなんですけど、多分イメージと先入観がスプリントに対しては激しく、急にやったら怪我するものっていう、まあ急に全力疾走したら怪我はしますけど、
だけどさ、まあ、例えばバスケットボールとかだったらさ、急に5対5の試合やらないじゃんっていうことだと思うんですよ。別にボールのドリブルをついて3回つけるかとか5回つけるかからスタートするじゃん。で、まあ、パスってこうやるとか、とりあえず投げて受けてみたいなことをやるだけっていうのもバスケじゃないですか。まあちょっと言ったらフリースローで誰も敵がいないっていう状態でとりあえずそのゴールに向かってボール投げるとか、まあ、いきなり5対5でガンガンにこうぶつかって試合するみたいなことにいかないのと一緒で、まあ、スプリントだと別に片足上げるだけの話からスタートするわけですけど、そう、まあなんだろうな、運動神経もいらなければ、まあ言ったら筋力だってどんだけ衰えてたって必ずできますよねっていうね、まあ、片足で立てなくなる前にやらなきゃいけないけどね。でも片足で立てなくなったら相当なんだろうな、衰えとしてももうね、そうならずに一生を終えたいですけどね、僕はね、っていうぐらい、もうそれぐらいのステップなんだよ。そうだから、そのでもね、その旦那様はこうずっと誘ってもなかなか来なかったっておっしゃってたんですけど、ゆかさんはね、その誘って1回目やってみたらめちゃくちゃ楽しそうだったっていうのは、もうあんな美しい瞬間ありますかっていうぐらい本当素敵な映像でしたね。本当によかった。なんかまた今度29日にゆかさんと走る予定なんですけど、旦那様いらっしゃいますかね。すげえ楽しみです。どこまで来たっけ。中村周平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。佐藤奈君おはようございます。直くんと茜さんと清水さんでしょうかいらっしゃるの、ちょ分かんないんだよねこれね、誰が来てるか。はい、今日からいよいよ再スタート、なんですか、休み明けみたいな感じになるんですかね。何しようかな、何しようかな、休み明けの5日の日にも研究のディスカッションがあって、そこで僕スタートした感じがあるんですけど、今日はね、僕はあれだな、論文のもう仕上げになってるものがあって、それを提出するところにね、今週で行くぞっていう感じですかね。論文書くってなかなかこう締め切りを自分で区切るんですよ。でもまあなんかその大体年に1本ぐらい仕上がるようなペースで、複数仕込みながら、どれがその年に仕上がるかみたいなのをチョイスしてっていう感じで、こうゆるーくこう両端の締め切りっていう感じではないけどペースが設定されてるみたいな感じで、この管理がね苦手です。すっげー苦手っていうか、なんだろうな、うん、うまくちょうどいいのがまだね、このこんだけ20年研究者やってきて落としどころがつかめないというか、まあ、例えばなんか年によってはですね、僕その最初は任期3年だけですよっていう、まあインターンみたいな扱いですよね。そういうところからまあ最初スタートするんですけど、試しにライブしてみて思ったんですが、視聴者確認する項目が分かんなかった。そうだよね、なんかね、そう、あ、そうか、清水さんがギターの練習やってみた時かなの話ですかね。なんかその視聴中ですって、今森本あかねさんが視聴中ですって出る場合と、清水さんも見てたのに清水さんが視聴中ですとは出なかったんですよ今。
これが分かんない俺には。ナオ君が視聴中ですって出てる。でだからその2人までは把握できるんだけど、で清水さんが視聴中ですを出る時と出ない時があるんですよ。でこれ清水さんの問題じゃなくてみんなそうなんですけど、あれっていうね、あの未だにピンときてないけど、ただ回数を繰り返したらいずれなんかあれでしょ、あの良きように落ち着くんじゃないかな。まあ、Facebook の仕様が変わることもあるでしょうし、多分、私が気まぐれだからだと思います。なるほど、その仮説ね。多分私が気まぐれ仮説、多分なんですけど、このサロンメンバーに気まぐれ派多いですよ。多数派ですよ。あかねさんとなおくんと、気まぐれじゃない派ね、まあゆかさんとかもそうだよね。なんかそのなんていうんですかね、ペースコントロールが上手なように僕らからすると見えているっていう。まあ奈緒くん、茜さん、他に何だろう、まあ周平さんは飲んじゃうからダメだよね。気まぐれっていうかどうかわかんないけど。まあでもユージンさんもそうだよね、気まぐれではないな。なんか365日動物病院をってなったら気まぐれではやれないよね。砂塚さん投稿に関してはね、わかんない。そうそう、だからさ、仕事上はかっちりコントロールしていたりすると、それ以外のところはまあ、趣味でもプライベートでも気まぐれで動くっていうのでバランス取ってるかもしれないよね。仕事上もこういろんなシフトが入ったりとか、そのルーティーンが定まりにくい時に、まあ、それ以外のところも臨機応変にっていう人もいるでしょうけど、これなんでしょうね。僕は両方気まぐれですね。私はこうしたものにコツコツしかできないで、うん、そう見えます。なんかコツコツの、パワーが本当に伝わってきますよね。なんですかね、コツコツっていうのは。まあ善くんもそうだと思うんですよね。やっぱああいう風にダイナミックに見えるけど、外見にはすっげー、彼の一番の良さ何って言ったらコツコツですよね、うん、コツコツはなんですかね。でも人し、その人から見たら、例えば僕のスタイフの放送とかコツコツに見えるかもしれないけど、本人はなんかコツコツやってる気ではないよな。こういうのもあるよね。本人が自分で意図的にコツコツ積み上げてるつもりで結果コツコツと、本人からしてみれば、毎日もがいて大騒ぎみたいな、大騒ぎまでいかないんだけどもがいてんですよね。なんか僕の場合なんか収まらない、これやってもやらなくてもいいことなんだけど、この朝礼も含めて。なんか、まあ、だから研究者として生きていく上で何の必要性もないことをまあやってるわけなんですよ。オンラインサロンを開設するもそうだし、まあ、その前にだって、まあ、ずっとそうなんですよ。本を書くだってはっきり言ってそうなんですよ。不必要なクオリティを求めて達成できずに終わる、よくあるね。めちゃくちゃあります。そのクオリティ誰が求めてんのかなみたいなことだよね。 でもそのやってる時はさ、そう思わないんだよな、これな。終わって挫折した後にしばらくしてから、そん
なクオリティ求める必要なかったんじゃないっていうそのあそこで出しとけよかったんじゃないのっていうさそんな論文ばっかりですね僕はね。例えば僕は論文の場合は、ね、なんかそう最初ももうちょっと論文の話しましたけど、うまく締め切りくぐってうまく自分をコントロールして、クオリティを保ちつつ、数をより多く出せる方が理想なんだと思うんですよ。なんですが、なんかあっちこっち散っちゃうんだよな俺な。気まぐれな方は潜在能力が高い方だと思ってます。なるほど、潜在能力ね。なんかね、そう潜在能力というか、気まぐれで何もしてない、サボってるじゃないかというフェーズが、自分で見ても他人から見ても明らかにこれ何サボってんじゃん、何もしてないじゃんっていう時期があるんですよ。でそれはそうなんですけど、でも確かにそのフェーズに何かしらがこう潜って熟成されて、能力になってんのかエネルギーになってんのか分かんないんですけど、寝かしといて、もういい加減そろそろ出してあげた方がいいんじゃないって自分の中から湧いてこうポコッとまた芽が出てくる瞬間があるんですよね。でそれってなんかそのコツコツ型の人からしたら理解できないその成果の見出し方というか、なんですかね。まあだからその研究者によっては僕は付き合いにくいと思われてるかもしれないですね。潜在能力高い、だから例えばそのこの間5日の日に三重大から来てくれた万田先生の話を何回かしてますけど、万田先生はすごいコツコツ型なんですけども、僕のなんていうか気まぐれなペースをすごく許容してくれてるというか、でなおかつなんかこう進んでないけどたまにこうポッと出てきていきなりエネルギーを放つ時のなんていうか面白みっていうか変なエネルギーを放つなみたいなことを面白がってくれてるから続いてるんだと思うんだよね。だからまあそれを向こうがサイドから見たら潜在能力高いなっていう風に感じてる可能性はありますね。でもなんかトータルのエネルギーあんま変わらなくってすげー溜めて出す人と積み立ててっていうのも結局トータルのパワーとしてはすげー莫大なものがあるわけじゃないですか。それはなんだろうな、 そっちも潜在能力だと思うんですよね。そのコツコツもコツコツはなんだろうな、隠してない、目に見えているだけど出来上がって目に見える何かしらにこうなってすごいねって思われるにはある瞬間まで何だろう、何を積み上げてんだろうっていうふうに多分見えてるんですよ。わかりますかね。気まぐれない人からするとそれって何を積み上げてるんだろうっていう感じなんです。でもコツコツやってる人からすればもうこのなんか小さな積み上げがちゃんと見えていて、それの価値も見えていて、ちょっとだけど必ず確実に足していくっていう、で必ずもうこういうところに行くよっていうのがその本人の中には見えているんですよね。その相性は大事なんだよね。それうまくいってる時はすごく幸せなことなんですよ。多分そのタイプがずれててお互いの良さを感じ取れる時って、
ただまあね、そのさ、気まぐれなやつは本当気まぐれだからさ、たまにこう爆発的にはっきりし始める気まぐれにね、そのずっとたまってこう下を潜ってきて、こうたまに水面から出てきて爆発的にはなんか発揮し始める、もう周り全く見ないみたいな状態になるわけなんですけど、まあそれがすごいエネルギーだねって受け取ってもらえれば幸せですけど、あいつなんだと 急に出てきてなんだって言って、えらいその煙たがられることも多々ありますよ。で、まあ周りが見えてないんで止められないしね、エネルギーも高いし、それしかやらないみたいな感じになるんで、まあコツコツやってきた方からしたらペース見出されると思うかもしれないしね。だから結構お互いなんだろうな、自分とは違う価値観とかやり方とかエネルギーの使い方に対して許容度をどれだけ持てるかみたいなのってすげえ大事ですよね。いろんな人とつながれた方がいいんだけど、いろんな人とつながるには必ず摩擦を許容しなきゃいけないじゃないですか。もうなんかブンブンこう回って、気まぐれな人がエネルギー発揮しだしてブンブン回ってるような状況の時に、コツコツ型の人を見るともうなんていうかもどかしくなるとかって逆にあると思うんですよね。変わらぬペースでそんなスピードではっていうふうに逆に いや今まで散々君は休んでたからそう思うんだろうっていう、その身勝手なね話なんですけど、でもそう見えちゃうんだよね、そのブンブンにこうエンジンが回っちゃってるから。多分ね、なんか散々休んでエネルギー貯めておいてバカーン吹かしてめちゃくちゃ燃費悪いと思うんだけど、はっきり言ってまあそれを潜在能力が高いっていうふうに表現するのかもしれないけど、そのフェーズに入った瞬間の時のその人から見るとコツコツ型の一定ペースでずーっと。10年積み立てみたいな感じのことやってると、だから いきなり FX 始めないでくれよっていうね感じかもしれませんけど 遅く見えちゃうんだよね。でそれはなんか今は全然ないですけど、なんか学生の頃とか僕そういうので結構摩擦を起こしてた記憶があるな。まあ、だから自分が論文書いてノリに乗ってすげえ成果出してる俺すげえみたいな感じにこうかかっちゃってる時の、もう周りが止まって見えるぜみたいなその 感じの時あったよ その後パタッと俺は止まることになるんですけど だからでそれ自分で自分が把握できてないから、なんかもう止まっちゃうことにも落ち込むし、エンジンがかかっちゃってる時に周りが遅く見えることにもイライラしてたりとかするっていうね、ほんまにこう健康じゃなかったなっていう意識ありますね。でも面白い話ですねそれはね。もうちょっと当然そんな気まぐれかコツコツかなんていう2パターンじゃないんでしょうけど、もっと多様でしょうけれど。まあ、多様な人の良さをだけを結びつけるっていう都合のいい話はなかなか起こらないっつうね。多分ね 良さを享受するにはなんだろうな、デメリットみたいなのを許容できる、デメリットじゃないな、なんだろうな、そういうペースなんだよっていうのをお互い把握していれば多分理解できると思うんですよ。そこに対する理解がちゃんとあれば、多様性のメリットを享受できると思うんですよね。
多様性がある集団の方が強靭ではあると思うんですけど、多様性がある集団の方が崩れるリスクもたくさん抱えてるとも言えるじゃないですか。似た者同士で統一してずれ価値観にずれがない者同士で集まってた方が崩れにくいと思うんだよね。だけどまあ周辺環境が変わった時には、その一緒にいる意味がなくなっちゃったりとか脆くなっちゃうっていう感じなんですかね。でも多様な人同士がこうつながって集まってる手段は、まあ、周辺環境に合わせて、こういう状況だったらこの人フォワードにしようとか、こういう状況だったらこっちのシフトに入れ替えてこっちのポジションでこの人前に出した方がっていう、戦術変更が可能、そのバリエーション作りやすくなるわけですよね、きっと多様な方が。多様な分だけ、相手に対して価値観が違うっていうことだから摩擦も大きくなるリスクがあるんですよね。でなんでこうなんだよ、俺はこうしたのにみたいなことを言っちゃったり思っちゃったりっていうのはもしあるとしたら、相手に対する理解が浅いとそれに陥るんでしょうね。やはりなんかその相手の関心に関心を持つっていうコストがめちゃくちゃ高くなるっていうことなんだと思うんですよね、そうだな、なんかそれはそんなことを話すつもりでなかったんですがただただ花丸学習会いいな行きたいなっていう話をしようと思った今日始めたんだけど思いのほかこんなところに行きましたね、そうだな、まあでも家族ぐらいの人数だったらね、そので家族ぐらいの頻度で会っていればで家族ぐらいのまあなんていうかまあ良くも悪くも結びつく、なんていうのかな、メリットがはっきりしていて一緒にいた方がまあ例えば部屋一つで、人数シェアしてた方がとかさ、まあそういうメリットから何からいろいろメリットはメリットで、確保された状態で、まあたまに合わなくなってずれちゃうとか、価値観がずれちゃって我慢の時期があるとか、まあ反抗期が来たりとかあるかもしれないですけどねあんまり今んとこないですね、今んとこないけど昨日寝言で小児の下の子がパパは学童保育のキッズってとこ行ってんですけど、パパはキッズにいらないって寝言でめちゃくちゃはっきり言われてたそんなに寝言でまではっきり発音しないでみたいなよっぽどやなびっくりしましたけどね、反抗期じゃなくて、まあ、そういう扱いなんです。なんか上の子らはね逆にその高2の娘とか中3の息子とかなんなら反抗期になってこじれてもおかしくないなと覚悟しているフェーズではあるんですけど、今んとこ平和にやってるかな。まあまあそうそうそう、そんなのも全然あるんですよ一緒にいればあるんですよ、多様な分だけ、で急になんかその何に怒ってんだろうとか、ついてくってそんなにね、なんていうか大人だってそんなに、あ、おはようございます友人さん今日はいよいよ僕は今何を話してるかよくわかんない朝礼をやってるんですけどまあまずね、あかねさんの花丸学習
会がめちゃくちゃ羨ましいっていう話をしまして、でその後ゆかさんが旦那様がスプリントを始めたという、あのその夫婦のお姿がですね美しすぎて、いやほんと最高っていう話をしまして、で今終わろうかなと思って、あのどう閉じるか困っていたところです途中から何の話をしてるかよく分かんない状態になって困っていたところなんですが、あの今日はねそういう終わり方にしようと思いますということで、今日は皆さんどうなったと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね、論文頑張ろう。